第113回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回は比喩本の8回目であり、今回をもって比喩本は結びとなります。前回と今回を合わせまして、仏による一連の発言であります。本文へと入ります。仏の発言。仏は重ねてこの意味を明らかにしようとし、下を説いて言いました。なおこれ以降については前回からの継続の部分であります。シャリフォツに告げる。お前たち諸々の人々は皆私の子供である。私はすなわち子供たちの父なのである。お前たちは極めて長い時間において諸々の苦しみや悩みに焼かれている。私は皆のこのような苦悩を抜き去り、欲界、色界、無色界の三界から脱出させるのである。私は以前にお前たちは生死の迷いを超越した悟りの境地へと至ったのであると説いたが、ただ生まれる死ぬを繰り返すことから抜け出したのであり、実際には滅していない。今お前たちがなすべきところは、ただ仏の知恵を得ることである。もし菩薩がいるならば、この人々の中においてよく一心に諸仏の永遠にわからぬ実体的な存在である教えを聞きなさい。諸仏世尊は方便を用い、狂気された衆生は皆これ菩薩である。もしもある人が浅はかな知恵で深く愛欲に執着するのであれば、これらのために苦体を説くのである。衆生の心は喜び、今までに一度もなかったものを得て、仏の説かれた苦体は真実であって異なることはないのである。もし衆生がいて苦悩の本質を知らず、深く苦悩の原因に執着し、少しの間も捨てることができないのであるならば、これらのために方便の道を説かれる。諸々の苦悩の原因は、むさぼることを知らないのが根本である。もし、むさぼることを滅するならば、よりどころとすることもない。諸々の苦悩をことごとく滅することを、第三の体、つまりは滅体というのである。執着を断ち、苦を滅することが悟りの世界であるという滅体のために道体を修行するのである。諸々の苦悩や束縛を離れることを下脱という。この人はどのようにして下脱を得るのだろうか。ただ嘘偽りから離れたことを下脱という。それは実際には未だに全ての下脱を得てはいないのである。仏はこの人は未だに実際には生死の迷いを超越した悟りの境地に達していないと説かれる。その人は未だにこの上なき道を得ていないために、私の意識においても生死の迷いを超越した悟りの境地に導いたとは思わないのである。私は教えの王、法王であり、教えにおいて望む通りに自在になるのである。衆生を安穏にさせるためにこの世に現れたのである。お前、シャリフォツよ、仏がこの仏法が真実であることを示す真理の印は、世間に利益を与えようと願うがために説いたのである。お前が歩き回るところで乱れに宣伝してはならない。もし聞くものがあって喜び教えをいただき受け入れるものがあったなら、当然この人は不退転の人であり、成仏の定められる菩薩の位にあることを知るべきである。もしこの経に書かれた教えを信じ受け入れるものがあるなら、
この人はすでにかつて過去に仏を見立て祭り、うやうやしく敬い供養し、またこの教えを聞いたのである。もしある人がよくお前の説くところの教えを信じるならば、すなわちこれは前世にて私を見、またお前を見、出家した僧侶や諸々の菩薩を見たのである。この法華経は深き知恵ある者のために説く。知恵が浅き者はこれを聞き理解することができない。一切の声聞及び白紙仏はこの経の内容において力が及ばないのである。お前、シャリ仏よ、この経においてはなお信じることによっていることができたのである。言わんや他の声聞は言うまでもない。前のページにて黄色の部分で示したことについて、維新特入、仏はシャリ仏に対して、この経、法華経においては、信じることによって、いることができたのである、と示しています。原文では、維新特入、読み下しは、真をもって、いることを得たり、法華経が真の宗教である、と言われるゆえんであります。本文に戻ります。その他の声聞も仏の言葉を信じるがためにこの経に従うのである。これは判断する精神作用や能力によってではない。またシャリ仏よ、高慢で怠惰で自分だけの偏った見方や考えを信じている者にはこの経を説いてはいけない。仏教の道理をまだ十分に理解していない者は、知識が浅く、深く、財欲、色欲、恩食欲、名誉欲、睡眠欲の五欲に執着しており、聞いても理解することはできない。またそのために説いてはいけないのである。もし人が死んでずこの経を素知るのであれば、一切世間の仏となるための種を断ち切るのである。あるいはまた不快に感じ、顔をしかめ、疑いを抱く者がいるならば、お前は当然のこととして、この人の罪の報いを説くことを聞くべきである。もしは仏が生きているとき、もしくは仏が入滅した後にも、このような経典を素知ることがあってはならない。経を読み、暗唱し、書き保つものを見て見下し馬鹿にし恨みや妬みを抱くなら、この人の罪の報いをお前は今聞きなさい。その人が命を得た後、阿鼻地獄へといるであろう。長き間にとどまって、その長き間が終わればまた生まれて、このように繰り返し無宿行という長い期間に至るのであろう。地獄から出た後には畜生界に落ちるのである。もし犬や小狐として生まれれば、その体は痩せこけて色が黒くなり、人になぶり物にされ、また人に憎まれ卑しいと思われる。常に飢えや渇きに苦しみ、骨は枯れ肉は痩せ衰え、生ある間は痛みや毒の苦しみを受け、死んだ後には瓦や石を投げつけられるのである。仏となる種を断ち切ったがために、この罪の報いを受けるのである。もしはラクダとなり、あるいはロバの中に生まれて、体には常に重い荷物を背負い、もろもろの鞭や棒で打たれる。ただ水や草を求めて他には何も知ることがない。この経を素知ったがために罪を受けるとはこのようなことである。あるいは狐のような悪しき獣となって胸に入り込めば、体には寄生虫による痛みがあり、片目はなく、もろもろの子供に打たれ叩かれて、あらゆる苦痛を受け、ある時は死に至るのである。
このようにして死んでしまえば、さらに大きな蛇の身となって、その姿は長く大きく、500ユージュンにもなる。身体機能に障害があり、身をくねらせ、もろもろの小さな虫に食われてしまい、昼夜に苦しみを受け、休むこともできないのである。この今日をそしったがために、罪の報いを受けるとは、このようなことである。もし人間となることを得たとしても、身体機能が暗く鈍くなってしまう。言葉を発しても他者からは信用されず、口が常に臭く、妖怪に取り憑かれているのである。貧しく苦しんでおり、また卑しく人には使われ、病が多く痩せ細り、よりどころとするものもなく、人に近づいても相手にはされない。もし何か得るところがあっても、すぐに忘れて失ってしまう。もし医学を治め、それによって病気を治したとしても、さらに他の病気になり、あるいはまた死に至ることもある。もし自らが病気であるならば、他者が救って治療してくれることもなく、たとえ良き薬を飲んでも、また痛みが激しくなるのである。もしは他の人に背かれて盗まれるのである。このような罪が相次いで起こり、その災いを被るであろう。このような罪人は長き間に仏や諸々の聖者の王による説法、教化を見ることがないのである。このような罪人は常に危険な場所に生まれ、心が乱れ、長く教えを聞くことはない。数えきれないほどに長い間、ガンジス川の砂の数のように生まれては身体的機能に障害があり、常に地獄にて、怨霊や高台にて遊ぶようである。その他の悪しき道にあることは我が家のようである。ラクダ、ロバ、イノシシ、犬と、これはそのような者たちの行くところである。もし人間となることを得たとしても、身体機能に障害があり、貧しさと衰えによって自らを飾っても病気になるのである。このような病をもって衣服とし、体は常に不浄である。深く誤った自らだけの考えに執着し、自らの心に逆らうものを怒り恨むことが増大し、色情の欲は火が燃え上がるように盛んで、鳥や獣さえも選ばないのである。この今日をそしったために罪を被るとはこのようなことである。シャリホツに告げる、この今日をそしる者は、もしその罪を解くのであれば、極めて長い時間を経ても尽きることはないのである。この因縁のために私はお前に語るのである。知恵の亡き人の中で、この経を説くことをしてはならない。もし賢くて知恵が優れ、多くの教えを聞き、学問知識があって、仏道を求めるものがあるならば、このような人のために説きなさい。もし人がかつて数多くの仏を見て、諸々の良き功徳を植え、仏道を求めようとする心が深く、堅固であるならば、このような人のために説きなさい。もし、ある人が仏道修行に専念し、常に慈しみの心を収め、自らの身体や命を惜しまないならば、このような人のために説きなさい。もし、ある人がうやうやしく敬い、裏切る心はなく、もろもろの平凡で愚かなことから離れ、一人で山や沢に住むのであるならば、このような人のために説きなさい。また、シャリホツよ、もし人がいて、悪しき教えや悪しき導き手を捨て、良き友に親しく近づくならば、このような人のために説きなさい。もし、仏の弟子で戒律を遵守し、清らかで透き通った曇りのなき玉のようであり、大乗の経典を求める者を見たならば、このような人のために説きなさい。
もしある人が憎しみの心がなく穏やかであり、常にすべてを憐れみ、諸物をうやうやしく敬うのである。このような人のために説きなさい。また仏の弟子が大衆の中において清らかな心を持って主事の因縁、たとえ言葉により説法することが何者にもとらわれないのであるならば、このような人のために説きなさい。もし出家の男子がすべてのものを知る知恵のために師法に教えを求めて合唱し、神戸に教えをいただき、ただ願って大乗の経典を受けた持ち、または仏教以外の経典の一つの師ですらも受け入れようとしないならば、このような人のために説きなさい。ある人が誠の心において仏の舎利を求めるように、このように経典を求め、それを得て教えを神戸にいただき、この人はまた他の経典を求めていない。また、未だかつて仏教以外の経典や典籍を思わないならば、このような人のために説きなさい。舎利仏に告げる。私がこのようにして仏道を求める者のことを説くならば、こうという大変に長い時間をかけても尽きることはない。このような人々はよく信じ、よく理解するであろう。お前は当然、このような人のために、妙法華経を説くべきである、と。以上、比喩本の最後の下句を取り上げてまいりました。前回と今回とを合わせまして、一連の発言となります。全8回にわたって拝読してきました比喩本の内容について、以下少しく整理をしたいと思います。比喩本においては、舎利仏に対して、華光如来という儒記が与えられました。法華経以前の教えにおいて、成仏することができなかった人々も救済されるということを意味しております。また、1200人のアラカンが教えを説くことを要請しますが、これが法華支柱の1番目、三者家宅の例えであります。この比喩によって三条の教えが方便であり、一条の教えが真実であるということが示されます。最後の下旬においては、欲良衆における有名な一節、今子三害、戒是がう以下の文が示され、仏の大いなる慈悲を表しています。日蓮聖人はこの文をもって、釈尊が主、死、真の三徳を具備している仏であるとし、重視をしているのであります。また、同じく下旬において、維新特入、真をもっていることを得たり、と説き、さらには、脈人不信、貴法司教、中略、五人明珠、入阿鼻国とあり、法華経を信仰するには、真が重要であることを強調するとともに、法華経を誹謗することで大変な罪の報いを被ることを示しています。比喩本に設置されます、法華経を誹謗することで阿鼻地獄に落ちるという経文は、日蓮聖人が御遺文にて引用されることが多く、代表的著作である立正安国論にも惹かれているのであります。次回、第115回の予告でございます。妙法蓮華経真華本第1回目として次回から真華本へと移り今回の続きを拝読してまいります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。